おはようございます。今日は11月の20日金曜日、3連休ねですね、あるね。明日から21、22、23と一応それの、お天気を大まかにお知らせしようと。お知らせ来たらどういう感じなのか、今じゃーん、だいたい27度です。今日はすごいいい天気です。最高は29度まで上がるらしい。夏石垣は夏夏日、暑いと思います。暑いね、ちょっと日焼け止めを塗って歩かないと暑いと思いますよ、ね、ちょっと女性の皆さん、気をつけてくださいよ。絶対冬でも絶対日焼け止めはいるよね。まあ、連休もだいたい晴れが多いかな。今週はだいたい26、7、8ぐらいの気温を維持しそうなので、もうちょっと夏の格好で遊びに来てください。そうですね、雨も降る、多分降らない。降水確率も全然低い、10% とかなんで全然大丈夫だと思いますね。もう本当に日焼け止め対策とできればちょ薄手の長手で一つは持ってきた方がいいかも。念のためにね、そういう感じだ。時折風がちょっと強くなったりするかもしれない。そんな感じかな。で、動画の、どっち、ここら辺かこっち辺にちょっと情報のね、温度とか来週の天気予報とかをちょこっと入れときますので、それを参考にして遊びに来ていただければ。皆さん、全国的にコロナがすごいね、第3波が来てるみたいなので、マスクとか手洗いをとかはね、もうそれぞれ皆さん気をつけて、うつらないように、うつさないように、それぞれで気をつけて遊びに来てください。楽しんでください、ね、マスクとかきちっとすることだね。もうお願いします。それさえしてくれればもう全然ウェルカムなんで、よろしくお願いします。では今週も元気で楽しんでいきましょう。またねー。